中央公園にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは伊予の国は松山市よりやってまいりました、松山よさこいカブトです。よろしくお願いします。さて、ご存知の方もいるかもしれませんが、松山よさこいカブトの特徴は大きく2つあります。一つは松山市の花である椿を踊りと衣装にあしらっており、二つ目の特徴、皆さんじゃんけんを途中でしますので、踊り子の皆さんがアウト、セーフ、よよいのよいのタイミングで松山市の伝統芸能野球拳を皆様、踊り子の皆さんとじゃんけんの方をお願いします。それではつながりタイムの後ですが、踊り子の皆さん疲れてらっしゃるかもしれませんが、気合を入れていきますよ。さて、それでは松山よさこいカブト参ります。その一瞬にかける兜の舞が心揺さぶる風となる。とこしえの夏に心奪われ、今宵は歌方流るるままに。咲いても枯れぬ花ならば、いたずらにただ歌い続けん。それ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 、揺るぎなき魂を胸に抱き、椿の舞を風となれ。さあ、音のなき琴の葉を紡ぐは美しき椿の歌声。はいはい、カブトの舞2019ただだ。せいはよーっさー、今宵さかなやつるよやつるよやつるやつるやつるよ。心にかなう風の歌、松山よさこいカブト、ここに決断。さあ、思い照らすは君が垂れ紡ぐ琴の箱を描く。松山市伝統芸能野球拳いきますよ。伊予松山いにしえの椿の舞台作、今よりご覧いただくわ。伝統芸能野球拳が満ちては欠けるとも、愛しき蝶は今年へなりて、見果てぬ夢と風の音は夏の夜に咲く恋ボタル。月夜が照らすは白き花、海をしたため思いを散らす。涙に沈むは若き花、及ばぬこととて歌を詠む。熱き思いを胸に秘め、夢にまで見た場所に立ち、今風となり高松に舞い降りる。風吹き荒れて南部のごとく
氷点下烈火烈風空を切り裂き大地を揺らせ。百花繚乱火炎に舞うは花のごとく乱れし舞は炎のごとし伊予の魂とどろき叫べ。モテこいモテこいよくださった皆様に感謝の意を込め御礼ありがとうございました。ありがとうございました。せい踊り子元気よくエッサンありがとうございまし ました。はい、ありがとうございました。さあ続いてのチームに参りたいと思います。続いてのチームはゲストチームであります。